サーラルフ・ノーマン・エンジェルは、イギリスの講師、作家、そして労働党所属の国会議員である。エンジェルは、イギリスの圧力団体である、ユニオン・オブ・デモクラティック・コントロールの創設メンバーの一人で、またいくつかの非政府組織の代表や理事を務めた。1931年に、ナイトに助せられ、1933年には、ノーベル平和賞を受賞した。エンジェルは、 イングランドのホルビーチで6人兄弟の家庭に生まれた。生まれた当時は、ラルフ・ノーマン・エインジェル・レーンという名前だったが、後にレーンを落としたものを本名とした。ジュネーブ大学に入学したが、17歳の時にアメリカ合衆国へ移住し、7年間カリフォルニア州でカウボーイやジャーナリストとして働いて過ごした。1898年に一時イングランドに帰国し、その後パリに移った。 1905年から1912年まで彼はパリでデイリーメール誌の編集者をしていた。再びイングランドに戻ると1920年に労働党に入党し1929年から1931年までブラッドフォードノース地区選出の国会議員を務めた。彼の名は1937年に公開されたフランスの反戦映画大いなる幻影でよく知られる。 この映画のタイトルは彼の著書ザグレートイリュージョンより取られた。ありがとうございます。